思い切って打ってきました。ラリーがついてます。早い。はい、さあ続いてキムテクス選手のサービス。ネットイン。バカド。高く上がってスマッシュ。返ってる。少し切って返す。カウントは2オールと並んでおります。パワードライブ、ストレート。スマッシュ。入ってる。あそこ下手に止めたりすると次のところで決定打を打たれたりするわけですよね、はい、スマッシュ返してます。これは大きかった。の決勝戦は来、7ゲームマッチでお届けをいたします。第2ゲーム、キムテク選手からのサービス。ストレートへのドライブ。あの選手って1本抜かれるんですよ、はい、今ね、必ずあそこは次はあのカバーしますからね。おお、やっていい。エッジですか今のは。エッジですね。どうしたんでしょう、キムテク選手。パワードライブ、おっと返した、はい、考えると思います、はい、もしかしてラブゲームになりますか。声を上げておりますやっと1本取ったときそういったキムテク選手がロビングを上げて、サムソノフ選手がスマッシュを打っております。高いロビング、フェンスと越えた。返ってる。見せてくれますね、入ってる、入ってる、入ってる。あとわずか。バックハンド来ました。ポイントを増やしましたサムソノフ選手。わずか。どうしたんでしょう。返します。追いつくことができるでしょうか、キムテクス選手。
ミドルを狙ったドライブ攻撃。返してます。カウントは 9-7 となっています。サムソノフ選手の2ポイントリード。結局あそこで決定打を打つっていうことは、もう自分の体勢がもうあとは戻れないですからね。バック。長いラリーです。バックハンドドライブ。試合に行くよは分かりません。カウントは12ボール。打った。このゲームは大きいですね、はい、どっちが取るかで。ラリーがついております。キムテク選手、いいですよ。サムソノフ選手が打ちました。ボールがネットになります。ボール。カウントは 1-5 となっています。バックのショートなんかでも結構、はい、押してきてますね。はい、ストレートにボールを運びました。しっかりしてますからね。この時もね、体勢が崩れないですよね、はい、手だけがスッスッスッといってるって感じ。パワードライブを2本連続打ちましてのポイント。強いボールが来た時でもラケットが弾かれないです。はい、スマッシュ入ってます。カウントは2-4となっています。サムソノフ選手の2ポイントリード。ドライブをクロスに放ちました。このゲームはちょっと前へ出てきてますね、はい、これです。ブロックポイント。フォア前の強打。フォアドライブ、クロスに持ってった。キムテク選手の
って決めた、決まりました。最後のボールは厳しかったですね。そうですね、フォアからフォアのサイドを切って、はい、落ちるドライブやりましたね。そうですね、すごい試合だったですよね。第3セットの決勝戦は4対1でキムテク選手が勝ちました。したがって第3節の優勝者はキムテクス選手になったわけです。いやー、一